皆さんこんにちは。こちらはヤマハ NS10M です。発売は1978年、当時の値段は5万円でした。世界中のスタジオで使われて30万台を超えるセールスを記録した大ヒットモデルです。白いコーンが特徴的です。このデザインは今もヤマハの商品に影響を与えています。この白いコーンから一体どんな音が出てくるのでしょう。今回はこのスピーカーの性能を詳しく調べていきます。このモデルのスペックは次の通りです。クロスオーバー周波数 2kHz は割と低めの数字です。分割振動や指向性の面で良い結果が期待できます。30cm3 way が多かった当時は小型に見えましたが、こうして見ると結構な大きさです。口径が 18cm ありますが、能率が高いので低音が期待できません。類似のモデルに次があります。最初のモデルが登場したのは今から44年前です。87年のプロスタジオ MC は外観だけが違う同じ商品です。 MC はミキシングコンソールの上に横置きすることを想定した商品のようです。初代の NS10M は広域がきついと言われていて、87年のモデルでツイーターが改良されたという噂があります。スタジオモニターの音は基準ですから簡単に変えられないはずです。広域がきついという話は本当でしょうか。これについては後で詳しく調べていきます。このスピーカーは中古でしたので状態を確認します。このエッジは布に樹脂を染み込ませたものです。35年以上経っているはずですが劣化していません。ツイーターも問題ありません。中身を見ていきます。このフレームは鉄板プレスです。後ろに樹脂のスペーサーがついています。ヤマハの密閉型にはグラスウールがたっぷり入っています。取り出してネットワークを確認します。内部抵抗の小さい大型のコンデンサが使われています。ツイーターは能率の高いソフトドームです。なかなか立派な作りですね。問題ないようですので、このまま測定していきます。まずはインピーダンス特性です。F0 が 95Hz で Q が1くらいあります。インピーダンスはほぼカタログスペック通りです。作りに問題があるとこのカーブに現れますが、問題は特に見当たりません。
吸音材が詰まっているので内部の低材波もありません。周波数特性を見ていきます。クロスオーバー付近に山がありますが、おおむねフラットです。能率が高い割に目立つ癖がありません。広域がきついという噂がありますが、そのことに関係しそうな問題は見当たりません。広域は最後までフラットに伸びています。低音の方は出ていません。 100Hz 付近から急降下しています。指向性を見ていきます。なかなかいい特性です。少し角度がついても問題ありません。中域の山は角度で変化しないので、イコライジングで補正できます。きつい広域を対策するためにツイーターの前にティッシュを吊るしたという話があります。これがどういう結果になるのか確かめます。こんな感じで1枚ずつ重ねて測定します。こちらがその結果です。広域が緩やかに減衰します。低音が出ていませんでしたから、広域を落とすことでバランスが取れて聞きやすい音になります。ミキシングコンソールのモニターではオーラトーンとラージモニターの中間にこういう音が必要だったのかもしれません。中域の山はティッシュの影響を受けていません。これはウーファーの問題のようです。 1W の歪みを見ていきます。黒がすべての歪みの合計です。クリアに再生できる目安は 1% ですが、全体的にそれより低くなっています。なかなか優秀です。もともと能率が高いので、大音量をクリアな音で再生できるスピーカーです。低域の歪みが少ないのは密閉型の特徴です。空気のバネが働いて空振りを抑えてくれます。NS10M は全体として能率が高い割に癖がなくて歪みも少ない優秀なスピーカーといえます。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番は同じ音楽ソースを再生して空気録音したものです。30万台以上売れたスピーカーはどんな音だったか、広域がきつい噂の真相は何だったのか、それではお聞きください。
かがでしたでしょう。もともと特性がフラットですから、空気録音との差がほとんどありません。これがスタジオモニターとして評価された理由に違いありません。低音が出ていないので、ソースによっては不満を感じるでしょう。以上の結果をまとめると次の通りです。このスピーカーは低音があまり出ません。中高域が中心のサウンドです。スタジオモニターに期待して買ってみたら、低音に不満を感じた人が多いと思います。高域がきついと言われたのは、ツイーターに何か問題があったわけではなくて、中高域中心のサウンドのせいでしょう。特性はフラットです。2kHz に小さな山がありますが、イコライジングでほぼ完璧にフラットにできるでしょう。低音の不足についてはサブウーファーの追加が有効です。もともと能率が高いので大音量をクリアな音で再生できます。迫力ある生々しいハイファイサウンドが聞けるでしょう。サブウーファーを追加するときは必ずクロスオーバーフィルターを使ってください。当時は難しい構成でしたが、現代では AV アンプを使って簡単にできます。ご視聴ありがとうございました。